サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日の実況は私、真鍋優が担当いたします。ジョモカップ、まもなくキックオフです。夜になってもサポーターのエネルギーは衰えることを知りません。ジャパンドリームス、ピッチに出てきました。ホイッスル、試合開始です。前半45分、始まりました。すごい、本当にすごい顔ぶれです。非常に結果が楽しみな一戦です。細かくつないで、今度は長いボール、クリア。フィニッシュの形まで持っていけない。パスをつないでいきます。倒してしまいました。ワールドドリームス、これは大事に攻めたい。直接狙っていくのか。さあ、どうもオウンゴールのようです。さあ、気を取り直していきましょう。リプレイが出ました。では見てみましょう。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくり、ここでファールは厳しい。ジャパンドリームス、フリーキックです。直接入るか。うわっと、ゴール、ゴール。ねじ込んだ。さすがの一言です。目の覚めるようなシュート。ジャパンドリームス1点、ワールドドリームス1点。試合は膠着状態になっています。ワールドドリームス、何かきっかけをつかみたい。リプレイが出ました。では見てみましょう。速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、5分経過。シュートだ。前に送って、速攻速攻速攻、ゴール、ゴール決まりました。お見事です。これぞプロのテクニックです。サポーターの興奮も最高潮です。リプレイで出ています。こんな素晴らしいシュートがかつてあったでしょうか。ロペス、いい時間に、ゆっくりとパスを回します。もう時間がないぞ。ここで笛が鳴りました。ジャパンドリームス、辛くも勝ちました。とても感動的な試合内容でした。思わずグッとくるものを感じます。皆さんはどう思われましたでしょうか。そろそろお別れの時間です。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。